やっはろー、どうもこんにちは、アニメリアク職人ことマジアユニハマです。はい、現在ですね、8月20日2023年ですね、14時53分です。はい、ただいま君に届けセカンドシーズンの、9話ですね、見終えて、もうまた機材トラブルにやられてしまいましたけどもね。はい、ここから悠々しきの7話、これ D アニメストアで見ていこうと思いますんで、よろしくお願いします。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告入ってくるんで申し訳ないんですけども、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴していただいた後に、リアクションを確認いただきたいと思いますんで、お願いします。いきます、3、2、1、スタート。芸春、ゆゆしきって聖地どこなんやろ。どうも浜谷です。よし、殴ろう。由々しき聖地どこなの？あんのかな？阿佐ヶ谷、江戸川、福岡も出てくるの？1は江戸川河川敷、なんとかな、これ国府台駅、あ、パーツは一致すんねや、あ、ほんまや。あ、これ1話やな。髪の毛乗っけてるとこ、あの2人が、あのユイの髪の毛こう乗っけてるとこね、2人が。あ、おー、まんまやなこれ。そうか、東京ないね基本。まあ、また後で見よう。三角形。そんなことあんねんな、高校生置いて誰もいい。海外旅行？
納豆、あ、納豆嫌いなんか。納豆単体であんま食わんもんな。たまに食いましたけどね。おっそ、え、ゴリラの匂いって納豆かな。あれ、またここ、あ、今度ゆかりか。家に行きたいねな、とにかく。寝んのか。七時前か。タマゾン。同じこと言ってる。ローランドじゃなくて今度はマウンテンね。見てわかんのか、ゴリラの種類って。カステラあんま知らんけど、ザラメ入ってたのね。おせちは食ったことがほとんどありません。何を言うとんねん。絶対どつかれるな。
殺さないでください正月は街が白い。いつもと変わらんな。それだよ。豚まん言うてる。え、ゆかり関西人？ピザまん食いたいな。何年食ってないやろ。てかマンゴー食ってないわ。宿題はないのか。明日はお会いしましょう。ぜひ ご一緒に お出かけ島ゴリラ。ゆかり一緒にお出かけ島ゴリラ。なんだこれ。語尾にゴリラつける。あ、もう2月5日？
ツンデレやね、今んとこは。チョコフォンデュね。べったべたになるわ。チョコフォンデュ1回だけ食ったことあります。図がいて。急に病んでる。長谷川文也ね、今の「いいよ別に」は。コートン？あ、三国志見たことないけど。今日のテーマ、目。G と B、グリーンとブルーってこと？2万個。へえ。ピカチュリン。四角の神経図。ピカチュウってここから来てんの？ほな知らんけど。
ピカチュリンって女男女赤い猫がいたらかわいそう。はい、すいません。あ、いらんこと言うから氷だけに愛すいません。あ、浜屋とおせちと納豆、あ、ピザマン、あ、これってエンディングもしかして毎回違った？今頃気づいたわ、7話で。あれ？ちょっと確認しよう。なんかプロレスやってる。2年生になりました。あ、そっか、なんか1話からカールゴッチとか、カールゴッチと、ストーンコールとか、確か名前出てきた。まあとりあえず今回は、まあ新学期、新年やね。まずはゆかりが、海外行ってたんかな、どこ行ったのね。旅行中に、ゆず子が遊びに来たと。で、まあ寝言でも私は怖がってるから今年はあんまり怒らんとこうかなとか言いながらもやっぱ無理やなと。ほんで、あ、なんだ、納豆の匂いで起こしたら何人間はゴリラを想像してしまうのかな。これなんかあんのかな、めっちゃ気になるな。ゆかりもね、ゴリラ言ってたし、ローランドゴリラと、なんつったっけ、ローランドと、忘れもうた。まあとりあえずなんか種類が違うけど同じことをね言ってしまったと。で、あとはもうあのカレーマン、ピザマン、そう、ゆかりが豚まんって言ったのがめっちゃ気になったね。豚まんって基本肉まんの関西弁じゃないんかな、まあ、あんま関係ないか、ええか、そこは気にせんでね。で、今度は2人で遊びに行って、それがあったんか。で、まあ、新学期始まって、お母さんは、笑ってはいけないよう、女友達と一緒に見て、多分同じように笑ったら、ケツを叩いてたんかな。まあ、そんな感じだったね。あと何があった？もういろいろありすぎてね。バレンタイン会は、
ないのか、だから第8話2年生になりましたから、あ、どっちなのな、あんのかな。で長谷川文がまだあんまりその登場してないから、なんか今回ちょっとだけ一瞬フューチャーされたから、どっかでまた出てくるのかな、どうなんかな。まあまあ最後はね、ほんでまあ雪だけに、あ、雪じゃないわ、氷だけに、愛すいません、まあそれでせっかく怒らへんかったのにね。あ、ゆいちゃんは、なんつったっけ、なんつったっけ、なんか怒らないんだねっていうことで気づかしてもらってどつかれるというね、まあまあ面白かったですね今回も。まああのー、あと目の話か、複眼って何確かハエもめちゃめちゃ目多い、違ったっけな、まあまた調べておきます。はい、まあまあちょっとね、このアニメに関してはほんま何にも考えずに、なんかもうのほほんとして、うん、ただただ笑えるアニメやから、ちょっと内容盛りだくさんすぎて全部はさすが入ってこないですね。はい、ということで、まあちょっと長谷川文が、ちょっと気になったかなというところです。以上、ゆうゆうしき7話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは、1分で自己紹介するんで聞いてください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で約3年半仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか乗り切ってます。そんな僕の本業を知っていただきたいんで、ぜひ説明文にある URL をクリックしていただいて、本業のチャンネル登録、応援もよろしくお願いします。はい、そしてこの、深田恭子さんと出てる CM ですね、こちらの URL も貼ってますんで、ぜひ動画でチェックしてみてください。アニメのリアクション、その他いろいろと始めまして、今日で1242日となってますけども、このチャンネル自体は2009年4月から使ってます。ゆえに再生リストアホほどあります。あ、これもリアクション取ってるやんってのがあるかもしれないんですけども、残念ながら2021年の8月18日より過去の2000本以上のリアクションの動画、自らの手で削除させられてますんで、リストはあるものの中身がないもの多数存在します。申し訳ございません。はい、そんな悲劇、地獄を乗り越えてやってますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアクション人ことマジ大道芸人浜田でした。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、失礼します。